みにこうお茶を継ぎながら飲みながら演奏するっていう、これも実際やりましたが非常に大変でした。でこの中にはさっき宇都宮くんに入れてもらったんですが、まあ、ゲイナーがこういう状態で入っています。こっちで映してみましょうか。ちょっとこれ抜きますね。